あ、タイムセールスターワイン来た。ほら、やっぱり10時から1時まで3時間の間。スターワイン来たよ、スターワイン。ほら、販売したよ。ねえ。スターワイン来たよ。スターワインが。ねえ、販売来たよ。何がユイナだよ、マジ。何あのユイナってサムネ。ねえ。あんな可愛くねえし、あのサムネのなんかちっちゃい幼い子のサムネみたいに可愛くないし、別に。あんなに可愛くないし、マジで。ね。笑った時なんか指原莉乃みたいだし。なんだよ、マジ。まあ、可愛いけどね。ゆいなちゃん可愛いよ。可愛いけど。可愛いんだよ、ほんと。可愛いんだけど。いや、ごめん、俺も言い過ぎた。それは言い過ぎたけど。可愛いよ、ゆいなちゃん。違う、俺がね、俺がもう振られたと思ってるから、やけくそになって、暴言を吐いて、自分の気持ちを落ち着かせようとしてるだけで。本当は可愛いんだよ、ゆいなちゃん。俺本当可愛いと思うもんだって、本当は。本当は可愛いと思うよ。った時がさっしーみたいで可愛いもんだって。可愛いとは思った。いやいや、可愛いよ。可愛いよ、普通に。あ、ハートです。可愛いよ、普通に。通に可愛いから。今言うなじゃん、今言うんだったら言えよ、じゃあさ。嘘でしょ、あれね。別に俺をもう止まらせたくなくなっただけでしょ。嘘でしょ、あれね。別にいいんだよ、別に嘘でもいいの。嘘って言ってくれた方が、ね、すっきりするから、俺も。別にいいの、全然。僕がちょっと高いのをおごっちゃったりとかして、あれ？なんかこの人、なんか自分はなんか配信者として好きだったのに、なんかちょっと、あれ？この人私のこと好きなんじゃね？みたいな。やっぱなんかそれ、相手が好きなのに、私別に好きじゃないのに、ライクなのにラブじゃないのに、なんか家来させたらやばくね？みたいな。ちょっとかわいそうじゃね？とか、なんかそういう気持ちなんで、そういう気持ちで、あ、断っとこうと思ったんで、わかるよ、俺。わかりますよ。俺だってバカじゃないから、流れを考えたらわかる。こんななんか高いものをおごってもらったりとかして、あれ？なんかこの人ガチじゃね？って思ったんで、わかるよ。それはあるよ。でも、退乳行くな、ほんと。あ、ほんとに？ドレス貸してもらったら写真の。あ、ほんとなの？あ、ほんとなの？それ行くそれはほんとなの？嘘なんじゃないの？嘘でしょ。だいたい俺のが先に約束してたのにさ。だいたい俺のが先に約束してたのに。別に後先だけじゃないけど、俺よりも仲いい友達かもしんないけど、俺よりも長くね、長く付き合ってる。まあ、つまりだから別にさ、ね、俺よりも親しい人だから、後先だけじゃないかもしんないけど。でも俺のがどっちかっていうと、先に約束してたのに。先にしてたけど申し訳ないけど、リアの方が優先なの、私。まるで俺がリアルじゃないみたいじゃん。いや、わかるよ。わかりますよ。別に、俺とはリアルじゃないのはわかるよ。そんな。もうリアルで2回会ってんのにリアルじゃないのはわかるよ。もうリアルで2回会ってんのにリアルじゃないのはわかるよ、それは。だって、その友達とはもう長いこと付き合ってるだろうから、俺なんて言ったって、ね。
ネットで知り合った人はネットの人。何その言い方、マジでね。何その言い方。ネットで知り合った人はネットの人って。何その言い方、マジで、うん。ネットで知り合ったって人なんじゃないのね。この前、ゆいなちゃんがね、子供が生まれたって言って人んちだって、ネットのネットゲーム同士で知り合って結婚して子供が生まれたからっつうんで、ね、それで子供見に行ったんじゃないのだって。ネットの人でしょ、だって俺。ネットの人で結婚して、その人たちを祝福するために、しかもゆいなちゃんはね、ネットでその人たちに知り合ったのに、ネットゲームで。それなのにわざわざ大阪から東京まで行ったんだよ、片道500キロ、600キロかけて。うん、ねえ。それは長い友達やから。うん、いやそうだけど。それはそうだよ、分かれたら言い方が悪かったってことでしょ、今の言い方は悪かったよ、ね。何ネットの人ってマジで、うん、俺はネットの人かマジで本当にさ、ね、俺はネットの人なんですか、うん、俺はインターネットの人かマジで、うんうん、何なのお前らはさ、俺はインターネットの人なのになんでそうやって俺に嫌がらせしてくんの、たかが俺ネットの人なんだよ、なんで家に落書きとかしてくんだ、別にいいじゃんネットの人なんだからさ、おかしくねえかマジで、うん、なんでいちいちたかがネットの人に家に落書きとかさ代引きとか送ってくの、たかがネットの人におかしくないマジで、うん、あいいよ別に、別にいいんだよ全然いいよ、なんですゆいなちゃんなんて結局ちょっと可愛いなって思っただけなの。ちょっとだけだもんだって言うてもちょっとだもん、うん、ひなりちゃんとかの方が何倍も可愛いわマジで、うん、ひなりちゃんとかの方がめちゃめちゃ可愛いもんだって顔だけで言ったら、うん、風船の爆破です。ネイビーブルーってマジしつこいな、これ本当に。何回ブロックしてもアカウント変えてくんだもん、これ運営対応しろよマジで、運営通報してんのにさ。ブロックしてんのにね、もう一回ブロックしとくけど、うん、これしつこいんだよマジで、運営に通報してんのにさ、アカウントをねブロックしてるやつが新しくアカウントを作ってくるのってブロックの意味ないんじゃないですかって、で運営は対応しますって返答したのに何も来てないじゃん、何も対応してないようなクソ運営がマジで、うん、関係ないやつは口出さないでほしいんだけどマジで。てめえには関係ねえだろマジでよ。うん。